いろんな動画とか見たんだけど、脈ありな感じだと思ってるんだけど、どうだと思う？どうって？付き合えると思う？まあそういう可能性もあるかもね。でもさ、もっと大事なことあるんじゃない？大事なこと？付き合えるか付き合えないか、そういう一次元的な考えではなくて、もっと多くの次元を意識することが大事なんじゃない？次元？最先端の科学、量子力学は多次元を意識することが大事なの。量子力学。生成 AI に大きな影響を与えた量子コンピューターの原理になっている考え。今までのパソコンは0と1の組み合わせで動いていたの。それを量子コンピューターは0と1が重ね合わせで存在するとしたの。重ね合わせで存在する？1と0が同時に存在してるってこと？1と0が存在する。重ね合わせが存在するためには、次元の違いが必要になってくる。次元の違い。だから、この点は、0、0、1、1になって、さらに0、1という点、1、0という点も加わる。これで次元が上がったことになる。今までのコンピューターは0と1というものしか扱わなかった。それを量子コンピューターはこの2つの点が加わり、平面ができ、次元が上がり、多くのことが飛躍的に計算できるようになった。ちょっとわかんない。どういうこと？今までのコンピューターは一次元的に丸と×で一つずつ答えを出していたの。一方、量子コンピューターは多次元空間を利用して一度に計算できるってイメージかな。一つ一つ作業していたことが多次元空間を作ったことで一気に作業できるってこと？まあそんな感じ。科学の話難しい。けど、一次元的に見るなって言ったこと、なんとなく分かったよ。脈ありかどうか、一つだけ当てはまっても、他にもいろんな要素があるってことでしょ？まあそういうふうにも取れる。けど、相手が好きかどうか一つずつ追うことより、相手がどんな人なのか多次元、いろんな視点で見ることの方が大事なんじゃない？いろんな視点？付き合えるかという視点は視野が狭くなりがち。付き合ってさらにその先のことを考えるのも大事。結婚っていう話？そこまで考える必要はないけど、相手の内面もきちんと見て、恋なのか愛なのか、そういうことも意識できた方がいいんじゃないかな。それにね、量子力学って重ね合わせがあることで絶対に100%ということではなくて、99.999%という考えなの。どこかに間違いはある。そういう考え。人も同じで、誰にでも悪いところ、間違いはある。一次元的なことに意識が行き過ぎてしまうと、本質を見失うこともあると思うよ。そっかー。ありがとう。